佐賀城の社地の門佐賀藩戸座間35万7000国。佐賀藩の一佐賀藩は、非全国佐賀郡にあった戸座間藩。非全藩とも言う。鍋島家が藩主であったことから、鍋島藩と呼ばれることもある。明治維新を推進した佐長問いの一つである。現在の佐賀県、長崎県の一部にあたる。藩庁は佐賀城に置いた。藩主ははじめ龍造寺や、後に、 鍋島家。国高は35万7千国。市藩として、蓮池藩、小木藩、鹿島藩があった。鍋島家は、竜造寺の家臣であったが、竜造寺高信の,の戦死後、鍋島直重が領地を継承して成立した。藩の成立後もしばしば残存する、竜造寺分家との対立が起きた、竜造寺高信は、島原半島において、島津市。 ありまの連合軍との戦いである、沖田縄手の戦いで敗死した。その意地である、聖火の補佐役として、実権を握ったのが、重心の一人であった、鍋島直重である。天正十八年には、聖火を敗してその子の高房を擁立、直重は、その後見人として、豊臣秀吉より認められた。以後、鍋島家は鹿を圧倒することとなる。文読。 慶長の役、秀吉死後の関ヶ原の戦いにおいても直茂が大将として参戦した。関ヶ原では西軍に組みしたが、同じ西軍の立花胸を攻略することで、徳川家康より所領を安堵された。慶長十二年、江戸において高房が急死した。これには、鍋島家に実権を握られて憤慨し失望した高房が、妻を殺害し自らも死のうとしたが果たせず、 その時の傷が元での地に亡くなった、という説がある。高房の死後わずか1ヶ月後には、被前に隠居していた父、聖家も休止した。高房には、維持の白庵、実定の信岐を、主前がいたが、直重の命で、白庵が出家するなどして龍蔵寺本家が事実状態へ、高信と義兄弟の関係にあった直重が、着難の勝重に、龍蔵寺家の家徳を引き継がせる形で、 佐賀藩35万7千国を手にし、名実ともに大名となった。聖火の医療は信清が次佐賀藩では龍造寺本家として扱われたが、慶長13年4月4日付で、直しげ、勝重に忠誠を誓う寄承文を提出し、鍋島家による両国支配が確立した。慶長18年、幕府より勝重に領地安土の沙汰が出たことで、ようやく安泰を見た。 徳川将軍家は、葛重の着し、ただなお以降の歴代藩主に、松平の名字と、将軍実名一字を授与した。佐賀藩は35万7千国の大砲でありながら、その実情は、三四藩、鍋島四所竜家と竜造寺四分家の、各自一両があったため、藩主の実質治療法は6万国程度であった。竜造寺家の支配体制を引き継いだため、 龍造寺一族の所領をもそのまま安堵する必要があったのである。このため、幕府への不信薬への出費などを理由に、家臣の領地3割を返上させる三部城置を二度、元那7年実施し、直轄領拡大を行っている。一度目は全家臣、二度目は龍造寺四分家が対象となった。また、龍造寺四分家に差し出させた治療を市販に割り当てたり、 流造寺四分家に養子を送り込むなどして、徐々に、半全体の鍋島化を図っていった。当初は、鍋島家の一族鍋島生産、鍋島家の外籍家門である石井家の鍋島、茂里らが反省を主導していたが、後に、拓、諫早、竹尾、そこの流造寺四、家が、反省の実権を握っていく。これは、反省を流造寺四家に担当させる一方、 財政面の責任も取らせようとした、勝重の真に巧妙な統治策の結果であるという。寛永11年、高房の維持、白安が幕府に流造寺家再興を訴え、その後もたびたび訴訟を起こしたが、佐賀藩の体制は、鍋島家の支配を支持しており、幕府も白安の訴えを取り上げることはなかった。二代、三重に仕えた、 山本城長の口実を表した武士道とは死ぬことと見つけたりで知られる葉隠れ危機垣は後の佐賀藩の精神的支柱となった。佐賀藩は長崎にほど近いため幕府より福岡藩と一年交代での警備を命ぜられていたがその負担は大々藩財政に重くのしかかった。文化五年ナポレオン戦争によりイギリスのフリーゲート艦が長崎へ侵入して オランダ商館の引き渡しを要求するフェートン号事件が起こったが、佐賀藩は無断で警備人員を減らしていたため必要な対策が取れず、その不手際を幕府から叱責される。また1828年のシーボルト台風で死者1万人弱の被害を出し、財政が破綻寸前に陥るなど、藩を取り巻く状況は悪化した。10代藩主、ナオマサイコー 反省改革や西洋技術の摂取に努めた。特に大掛かりなリストラを行い、役人を五分の一に、削減、農民の保護育成、陶器、茶、石炭などの産業育成、公益に力を注ぎ、犯罪性は潤った。第十代藩主、鍋島直政両風丸を描いた絵図と、母親戦争で活躍したとされる、佐賀藩政のアームストロング法、鍋島直政は、 精霊法という科学技術の研究機関を創設し、鉄鋼、加工技術、大砲、蒸気機関、電信、ガラスなどの研究、開発、生産を行い、幕末期における最も近代化された班の一つとなった。長崎警備を共にしていた福岡班と共に、いち早く牛刀ワクチンを輸入し、着手なおろに主刀を施すことで普及に努め、当時は富士の病であった。 天然島根絶を成し遂げる先駆けになった。開園2年に日本最初の製鉄所を完成させた。黒船来港の前年にあたる1852年には築地反射路を本格的に稼働させる。黒船来港の半年前、プチャーチン率いるロシアの施設団が長崎に寄港し、模型蒸気機,機関車を披露する。この公開から得た情報をもとに、精霊法のトップエンジニアである。 石黒博士寺、中村紀タスク、田中久自由らが蒸気機関車と蒸気船の製造を試み、成功している。1853年に幕府が大船建造の金を緩和すると、オランダに軍艦を発注した。また、領内に三越海軍署を設置して、安政年間には西洋式蒸気船の建造計画を立て、慶応元年には日本最初の実用蒸気船、 両風丸を浸水させ、有明海内の洋人輸送に活用している。1855年に、長崎海軍伝習所が作られると、学生を派遣した。慶応2年には、当時の最新兵器であるアームストロング砲を、ほぼ自力で完成させたと称し、藩の洋式軍に配備した。アームストロング砲製造の事実については、異論があるが、アームストロング砲の製造の成功に、 言及しているのは、からくりギエモンこと、田中久しえであるため全く根拠がないわけではない。その他、四金法の製造と実用化に成功し、後に、品川台場に施された砲台にも利用された。佐賀鍋島はみや跡やと石碑群生改革について、文久3年9月と10月に表議を行い、従来の、よし、備え体制を解体して、様式重砲台の編成を施行した。 しかし、第一次長州戦争で、過信団編成の不備を体験し、慶応元年に実戦に即した以下の軍政改革を行った。第二次長州戦争では畜前まで出陣したが、実戦を体験しなかった。慶応2年から3年にかけて、兵力の増強を図ったが、これは、長州藩などが農体を編成したのに対し、佐賀藩では侍、手脇あり、足軽の次男、 三男からの増強を図り、過信団による統制力を保ったまま軍事力を高めたことに特徴があった。このように一貫して、当時の日本における産業革命を推進してきた佐賀藩は、パリ万国博覧会に出展するなど、日本有数の軍事力と技術力を誇ったが、中央政局に対しては姿勢を明確にすることなく、大政奉還、王政復古まで政官を続けた。 また、藩主の他藩主との交流を禁じ、国内でも珍しい、鎖国藩と言われた。しかし1867年には、藩主直広が新政府から、北陸道戦方に任命されて、佐賀藩平も、母親戦争に参加するために登場、江戸における上野戦争などで戦い、その結果、明治政府に多数の人物が登用された。 明治維新を推進させた人物を輩出した藩を指す、薩長問いに数えられ、添島種を見、江藤新平、大熊重信、大北加藤、佐野城みいなが活躍した。また田中久江藤、他藩の有能な人材を積極的に徴用し、日本の近代化に貢献した。だが、江藤新平と島吉武は明治7年に佐賀の乱を起こし処刑されている。明治四年、 廃藩地県により、佐賀県となった。藩主の鍋島家は、明治2年に家族に列し、明治17年の家族例で公爵に除せられた。竜蔵寺や、高草鍋島や、勝重三茂,光茂綱茂吉持胸茂宗,宗,宗教、萌え春茂成河直政直広佐賀藩の家臣団の、助列は、三夜、親類、親類同格、家老、着座、独礼、侍、手焼きあり、価値、 足軽となっている。これ以外にも上級家臣と主従関係を有する売身や悲観といった身分が存在し、おろくの侍や手諦きリーカは日常は農商業に従事して生活を営んでいた。佐賀城下の町人地の地図に名字を持った商人が参見されるのはこのためである。山野新瑠新瑠道閣、龍蔵寺四野家老、神代鍋島家、深堀鍋島や 姉川鍋島や、大田鍋島や、倉町鍋島や、着座鍋島市の九州筋である、流造寺はじめもん。当初は、親類としていたが、1699年に、村竹以外は新たに、親類同格となり、親類とは差をつけた。流造寺家春伊諫早直隆、茂隆、茂隆新、茂とイコール、茂元、イコール、茂春自家、行の子、妻は、 しげる元の娘すめ、しげゆきイコール、しげなりイコール、しげるず、しげるひろし、しげるきょうイコール、しげるまごイコール、たけはるイコール一学が造りゅうぞうじながのぶたくやすじゅんイコールしげとき、しげるのりイコールしげふみイコールもちむら。イコールしげあきしげるきよしの子すこなべしまけ続後ぞくごたくけを相続妻は、しげふみの娘すめ、しげるきょう、しげるこうイコール。 しげるとなり、しげる清よししげるぞく。ごとういえのぶ、なべしましげのしげかずしげき、しげまさいこールしげあ明、しげあき、しげるじゅんしげ明、ししげあき。りゅうぞうじ明、ぶかねのぶあき、なべしましげちかまさときしげとし、しールしげるぞく、しげるくん、しげるりん、しげるそういール、しげるしんいこール、しげるしんしげるちょう。なべしましげるさとしげるしゅう、 しげるきよしイコールじかあきらしげかず、しげるおイコール、しげるえんし分の子しげあき。鍋島のぶふさぼうちさだ。笠見みおさむしげきしげるかい。しげるえしげるきょう。しげるしん。しげるたい。しげるしげそイコール。しげるひつじさるイコール。しげるもと。ふかほイコール鍋島しましげるけん。しげるさとしげはるしげひさしげるあつ。しげるちん。 茂げるみやびしげのりもちながもちこと。鍋島しまじじゅうてむ隆隆おひイコールけ近きんじの子、常ね高ろ。武かし重、高し文高じゅかなイコール文ん鍋島清、しまきよし。とらたいせいイコール。清信イコールしげゆ隆しげるおやしげる隆しイコール。清よしイコール。清よしけい。持うたもちつらしげ 鍋島持貞重だ重道貞義、持ちイコール定長、しげるのう、しげるしイコール、しげる号イコール、しげるのり、イコールしげる会鍋島持貞、さ法教授の部下田次行忠ぎようただし、のう石井忠だイコール重利、重し、しげるきよし常うせい高ねたつ、じよよイコール高祖高義。 なりとみしげやすイコールちょうりイコール、しげるのぼるたねひろしたねひさしたねのりたねかたぎ、たねはくたねみたねちんひろ、なべしまたねのぶ、じょうただしつねじつねはんイコールつねなり、おおくましげのぶえとうしんぺいはいはんいこの人物は、佐賀県出身の人物一覧を参照。上記のほか、明治新語に、くしろこくくしろぐん、かわかみぐぶりべつをかんしたが、 あとに、古別軍は仙台藩に移管された。ありがとうございます。